エル・カブキはフリーで活動する日本のお笑いコンビ。2011年から2021年までは魔石芸能社に所属していた。デロリアン林・バヤシ、エル・上田ダ2009年6月結成。フリーで活動後、2011年に魔石芸能社に所属。芸能人のマニアックな情報や時事ネタを扱った林の冒険に、上田が補足説明を詳しく入れてから、 誰がわかるんだよと突っ込む漫才を行っている。ネタ作りの際は題材にする人物の本を読んだり、関係者に取材したりして参考にしている。一貫してしゃべくり、漫才を行い、コント仕立ての漫才には興味がないことを述べている。衣装は2019年頃から革ジャンで揃えている。 2017年からは格闘技知識を活かし、格闘技、理人ネット中継でのバックステージリポートを務める。中継での通り名は、マセキの浅草キット。コンビ名は、互いの好きなものを組み合わせようと上田が、エルサムライ、林が漫画、花の刑事から、歌舞伎者を提案したことによる。ただし説明が長くなるため、メディア向けには、エルサムライと、 ザグレーと歌舞伎のプロレスラー二人を組み合わせたと話している。玉袋筋太郎からはネタが歌舞伎者と評された。なお、もう一つの候補は歌舞伎スイシーダだった。正式に決まるまでは林の吸っていたタバコに由来するアメスピとして舞台に出たこともある。2017年からその日の時事ネタを配信し続け、2020年2月に ジャパンポッドキャストアワーズ実行委員会が選定する日本のポッドキャスト賞ジャパンポッドキャストアワーズ2019の20作品にノミネート。2020年4月番組オーディションの帰りにデロリアン・林が楽屋で足をぶつけアキレス腱を断裂。この時出ていた非常事態宣言とは無関係にズーム漫才の練習を開始。2021年8月31日をもって 10年間所属してきた魔石芸能者を対象、活動は継続するという、ありがとうございます。